レインボーギャザリングは、屋外で開催される、主催したい人々、または、声の大きなものの合意に基づいて開催される、大規模なイベント運動である。レインボーギャザリングには、主に、米国、地域、世界の3種類がある。米国版は年に一度、米国の独立記念日を挟んで、約1週間程度にわたって開催される。一時的な目的を持った集まり、インテンショナルコミュニティで、 豊かな自然の中でのキャンピングの形で集まるのが一般的である。自由、愛、平和など考え方を実際に行為として実現しようとしたり、意識的に一般的に行われている人気のある文化的なもの、消費主義、背景主義、マスメディアに対して違った形とスタイルを表現しようとする参加者が多い。米国版は3万人前後、地域版は5000人前後が集まる。 最初の部族のレインボーギャザリングは、北、カリフォルニアや太平洋岸北西部のカウンターカルチャーな若者で組織された複数の部族によって組織された1972年7月、コロラド州で行われた4日間のイベントだった。2万人が警察の道路封鎖、市民的不服従に対する脅迫に直面し、国有林に入ることを許された。これは、 一回だけのイベントとして意図されたものであるが、次の年のアイオミング州でのギャザリングが現実化した時点で、例年のイベントとして宣言された。ギャザリングの長さがオリジナルの4日間から延長され、その頻度と長さを持つようになった。2004年コスタリカでの世界レインボーギャザリングの即席アート。This Is Reminiscent of A ダックスタイルトレールマーカー in w i ッ c h Stones Are スタックドツーマーク、エハイキングトレイル。シミラーツーダックトレイルマーカーズアレケアンズ、ウィッチゼネラリーリプレゼントランドマークス。2004年、コスタリカでの世界レインボーギャザリングにて。ありがとうございます。